スパイダーチャンネル。え皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。えー、今日はチャネル構築までの全体プロセスについてお話し,します。えー、日本の消費財メーカーがアジア新興国の地で強固な参入戦略を持ち、強固なあチャネルを構築していく上で必要なのは八つのステップです。この八つのステップを 理解しているか否かでそのの地での成功確率は格段に変わります今日は消費財メーカーにとってのチャネル構築までの全体プロセス8つのステップについて一緒に学んでいきましょう後ろの図はその8つのステップを表した図になりますこの8つのステップは大きく分けて3つのフェーズに分けることができる。 まずこの1から6の参入戦略の策定までを1つのフェーズそして7番のチャンネル構築が2つ目のフェーズそしてチャンネルというのは生き物であり常に管理育成が必要になるのでこの8つ目が3つ目のフェーズとまず1つ目のフェーズ1から5までですがこの1から5というのは 市場環境競争環境流通環境消費者そしてディストリビューターを可視化することそしてこの6の参入戦略の策定までで1フェーズこれ1から5は可視化であってその可視化したものをいかに戦略というアウトプットに変えるかがこの6番であると。つまり1から5はインプットであり6がアウトプット。 革新的なアウトプットの戦略を出すためには絶対的にインプットという情報可視化が必要になってくるそしてこの市場環境競争環境流通環境消費者ディストリビューターというのはその進出しようとしている市場がどれぐらいの規模の市場なのか儲かるのか儲からないのかそこにはどのような敵が存在しどれぐらいの脅威になっているのか。 そこにはどのような特殊なチャネル事情があるのかその地で生活している消費者はどのような商品を求めどのような趣味趣向を持っているのかそしてその国にはどういったディストリビューターが存在しているのかこれらの情報を可視化をしなければ絶対に革新的な戦略というアウトプットは出ない。で当然インプットさえ入れればアウトプットが出るのかってこれもまた違う。 インプットはこの中で知見ノウハウ経験センスでアウトプットに変えるわけなんですが最低限やはりインププッットトトがななないいと革新的なアウトプットには変わらないでこの6番の参入戦略の策定というアウトプットまでのフェーズ1が出せたらこのフェーズ27番のチャンネル構築というのはその出した戦略を粛々と実行するというフェーズなので実行していくと。 そして強固なチャンネルが出来上がったら、この生き物であり。常に変化進化をするチャンネルを。いかに管理、育成するかということが消費財メーカーには求められる。この八つのステップ、三つのフェーズを通して。初めて強固なチャンネルは出来上がるのです。消費財メーカーがアジア新興国で大きな成果を上げるためには。 この8つのつステップなくして実行はできません。えー、皆さんの現状と比較し今皆さんの会社には何が足りていて何が足りていないのか今一度見直してみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。